まずは不慮の事故がきっかけで大嫌いだった自分の姉の子供である朝を迎え入れることになる人見知りの小説家高台真希を演じられました新垣結衣さん、お願いいたします。高台真希を演じました新垣結衣です。すいません皆さんありがとうございます。たくさんの方に来ていただいて本当に嬉しいです。公開初日を昨日ね無事迎えられて、それまではなんか本当にどんな風にこう皆さんに受け取っていただけるのだろうと、こうなんだろう、ワクワクとちょっとこう不安も入り混じるような気持ちだったんですけれども、今日はなんかすごくほっとしていて、ちょっとふわふわしてます本当に皆さんのお顔をこう今日こうやって見ることができて嬉しいです。本当にありがとうございます。今日は楽しんでいってください。ありがとうございます。続いて、ある日突然両親に先立たれ、叔母である真希夫との同居生活を送ることになる人懐っこく素直な高校生匠朝を演じられました早瀬郁恵さん、お願いします。はい、はじめまして、匠朝を演じました早瀬郁恵です。ありがとうございます。本日はお越しいただきありがとうございます。撮影から1年が経って、こうして皆様に映画を見ていただけていることが今とても嬉しいです。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、続いて真希夫の元彼で2人の暮らしを陰ながら支える笠松慎吾を演じられました瀬戸康史さんです。お願いします。瀬戸康史です。本日はご来場ありがとうございます。そうですね、僕の撮影日数的にはすごく少なかったんですけれども、お二人が、醸し出す雰囲気といいますか、空気感がとても大好きで、とても印象に残る撮影期間になりました。僕自身は、すごく、丁寧にっていうのを心がけて演じさせていただきました。本日は楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして最後に瀬田夏樹監督です。お願いします。監督をしました。瀬田です。瀬田です。瀬戸です。先ほどおっしゃって、郁恵ちゃんが言ってたんですけど、ちょうど去年の6月に撮影していたので、ちょうど緑具合とか、なんか映像と映画と今の雰囲気と重なるなと思って、なんかすごくいい時期に公開していただいたなと思っています。本当に1年いろいろこういうふうに伝えられ、皆さんに届けられてとても嬉しいです。ぜひ、もう見終わってるんです、はい、皆さんの笑顔っていうか、なんか穏やかな表情もすごく嬉しいです。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ではここからお話を伺ってまいりますので、フラッシュ撮影をマスコミの皆さん、ここからお休みいただくようお願い申し上げます。さあ、本作昨日公開を迎えまして、ご覧いただいた方の感想を見ますと、見た人の心に寄り添ってくれるですとか、不安な心を救ってくれたなど、心に効く作品として多くの声が届いているんですけれども、新垣さん、先ほど昨日公開をして、ちょっと今日は安心をしてふわふわしているなんて話もありましたが、はい、反響届いてますか？これを受けていかがですか？嬉しいです、素直に私自身も本当に好きな作品、好きな原作、異国日記、漫画の原作異国日記、本当に大好きで、私が真希夫を演じることを、その何だろう、私にいいのだろうかとずっと思っていましたし、撮影中も思ってましたし、撮影終わってからも大丈夫だったかなってずっと思ってて、なので皆さんからこう、温
温かいお言葉をいただけることが本当に嬉しいです。すいません。大丈夫ですか。本当にドキドキって、ドキドキっていうかもう、うん、ちょっと今日はもうふわふわしてるの、ふわふわしてます。すいません。今監督ちょっとマイクを持ち上げてらっしゃいましたが、何かありますか。全然私の中では薪を荒垣さんで大丈夫じゃないですけど、全然ありがとうございます。だなと思ってちょっとおりました。ありがとうございます。嬉しいです本当に。ありがとうございます。早瀬さんはどうですか、反響届いてますか、ご覧になってますか。はい、やっぱり私自身も原作だったりこの映画からこの映画にすごい心を救ってもらっていたので、実際に映画を見ていただいた皆様からそういうことを、その私と思ってることが同じ、その心が救われるってことを実際映画を見た皆様も言ってくださっていて、原作と同じ空気感の映画にできたのはすごい良かったと思うし、何よりそうやって心が救われたっていう優しい温かいコメントメッセージをいただけることが嬉しいです。今日上映後ですしね、皆さんの顔もご覧いただけるので、このなんか皆さんのあったかい空気というか、ね、感じますよね。はい、ありがとうございます。瀬戸さんはいかがですか、はい、反響を受けて。そうですね、まあ、僕自身も、作品見させていただいて、まあ、とても心が優しくなるといいますか、なんかそういった作品かなと思いました。なんか、まあこうまあ、人って必ずしも分かり合えるわけではないけれども、なんかお互いのことを知ろうとか、なんか分かろうとする気持ちみたいなのが大事なのかなっていうのをすごく感じましたね。ありがとうございます。この大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか。すごいしっかりしてます。すいません。本作では初登壇になりますもんね、佐藤さんね。あ、そうですね。そうですよね。皆さんの前で作品について語るのも、はい、はい、初めてになりますけれども、はい、はい、という人と人がこう歩み寄ることの大切さ、そしてその尊さも描かれている作品かと思いますが、瀬田監督、キャラクターのその見せ方について編集ですとか撮影時に意識されていたことって特にありましたか。そうですね、撮影時はそのなるべく現場の雰囲気とかをあんまり、その穏やかっていうんですか、ピリピリしない感じにできればいいなって思って、まあ、自分もあんまりピリピリした中ですと萎縮しちゃう、こういう感じなんであれなんで、なんか穏やかに言いたいことを言えて聞きたいこと聞けるような雰囲気を作ればいいなっていう、まあ、皆さんも伸び伸びというか楽しんでやってもらえたらいいなっていうのは心がけてるというわけじゃないですけど思っていました。そういうふうに。編集はどうですか。編集も自分でというかやったんですけれど、まあ、結構素材がたくさんあったので、まあ、本当に一番みんなが好き、皆さんが出てる人が魅力的っていうか、なるべく魅力的なカットを選び抜いたっていう感じで、それは心がけてたというか、そういう編集をしてました。はい、ありがとうございましたかね。はい、あ、拍手もね、はい、受けますからね。荒垣さん、監督のその現場をこうあんまりピリピリした雰囲気にしたくないみたいな、その現場の雰囲気ってどんな感じでした。穏やかでした。監督が今話している様子を見て伝わると思うんですけど、こういう方なので本当に、はい、和やかな方なので、そのおかげもあってみんなでこうゆったりとした時間を日々を過ごしていました。その空気感がこうなんだろう、本編の中にもこうにじみ出ているんじゃないかなと思います。はい、そうだと思います。今日もう皆さんはねご覧いただいてるんですけれども、ここからこの心地よさといいますか、こうあったかさに触れたくて何度も劇場を訪れる方もいらっしゃるのかなというところで、さらに
また多くの方に届けたいという作品の思いもありますので、ここから皆さんの特に注目してほしいシーンですとかポイントも伺いたいなと思うんですが、続けてになりますが、新垣さんどうですか、見た後だからこそ言えるこういうところを次は見ていただくといいかも。いっぱいあるんですけどね、本当に登場シーンは本当にもうもっと出てほしかったっていうぐらい、本当に瀬戸くんが演じた、はい、笠松君もそうだし、ありがとうございます。はい、そうですし、あと、ね、大吾を演じてくれたかほちゃんもそうだし、うん、他こう周りのキャストの方たちも本当に素晴らしくてね。ん？何ですか？シーンはね少ないですけど、はい、こう笠松君のこうキャラクターが何だろう、瀬戸君のこうお芝居と体からこうにじみ出てるというか、セリフだけじゃなくてこう佇まいからもにじみ出ている気がして、そこもすごく素敵でしたし、本当に全部見てほしいですし、ですしですし、ですし今回はその映画としては、あさちゃん の, 成長というか心情というか、そういうのを軸に描いていますので、本当にニコエちゃんが演じたアサちゃんがすごく魅力的で、私はもうバンドのシーン見ましたねえ、ありがとうございます。すごい素敵でしたよね。だからもうアサちゃんもすごく見てほしいですし、全部私もう一応頑張りましたすいません、なんか欲しがったみたいになっちゃう、はい、あのシーン泣いちゃいますよね瀬戸さん今回、笠松は原作でもとっても人気があるキャラクターですが、はい、何か先ほど丁寧にっておっしゃってましたけども、意識してたことってあったんですか？いや、まあ原作とはまあ言ったら違いますよね、私は。だけど監督が僕を選んでくれた、なんだろう、理由というか、それを、なんで僕なんでしたっけ？いや、でもなんこの落ち着いた感じ、なんですかね、こう包み込んでくれるっていうのは、あれ、そのはいきなりこんなすいません、なんかいきなり振ってしまって、いや、そう、なんかその安心感が、はい、お会いした時にあるっていうか。ありがとうございます。本当お二人が並んでた衣装着て並んだ時に、あ、笠松と牧雄だみたいな気持ちにはすごくいや本当にありがたいです。だから生身の人間が演じる、ことはこういうことだよっていうのは割り切って演じてたところはありますね。はい、ちょっとこの注目してほしいシーンやポイントについては早瀬さん、はい、次に伺ってもいいですか？はい、決めきれないぐらいたくさんあるんですけど、ゆいさんが今言ってくださったバンドのシーンは、その朝の歌の歌詞が、橋本さんが書いてくださった歌の歌詞が本当に素敵なので、そこも注目していただきたいなと思いますし、餃子のシーンも好きだし、あと本当に何気ないところではあるんですけど、行ってきます、行ってらっしゃいのやり取りが劇中に数回出てくるんですけど、そのやり取りが最初と最後じゃ全然違うので、最後の本当に牧雄ちゃんの行ってらっしゃいって言ってくれた時の顔だったり姿だったりは本当に、はい、これまでのなんて言うんでしょう、日々を得て、うん、朝と牧雄の関係性が変わった上での行ってらっしゃいっていう言葉なので、その言葉を私も朝として聞いていって、行ってらっしゃいって言ってもらえて、すごい頑張ろうって気持ちになったし、牧雄ちゃんに背中を押してもらえてるような気分になっていたので、そういう何気ないセリフにもぜひ注目していただけたら嬉しいです。ありがとうございます。もう今シーンを一個一個
大変鮮明に思い出しました。はい、ありがとうございます。瀬戸さんにもこの注目してほしいシーンポイントを伺いたいんですが、いかがでしょうか。はい、僕は荒木さんと、林さんと加穂ちゃんのあの3人のところが大好きです。いいですよね、あそこね。いや、最高です。パオダン。ね、あそこいいですよね。あの空気感はどうやって出されたんでしょうか。あの空気感はでも、はい、リードしてくれたのはカホちゃんだと思います。あ、カホちゃん自身もその撮影の合間もあのなんだろう、こう陽の空気を持って現場に来てくれて、うん、本当に現場の雰囲気をパッと明るくしてくれて、その勢いでこうガーッとかき混ぜてお芝居中も、うん、でガーッと帰っていくみたいな、うん、だからあのカホちゃん演じる大吾のおかげでやっぱり大吾がいないと朝と牧雄だけではあの空気にはならないだろうなと思うし、カホちゃんの演じた大吾の力はかなり大きかったです。なるほど。なんかそうセリフなんだけどやっぱりその全然お芝居っぽくなくて、なんかいい意味で生々しかったっていうか、そこはすごい素敵でした。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵でした。大好きです。そこ永遠に見てたくなりますよね。本当、ね、YouTube とかで流してくれないですかね、あそこだけね、はい、そうなんですよ。監督はいかがですか。特に注目してほしいシーンやポイント。でも、まあ、本当に今言ったシーンとかは、まあ、ちょっと言い出すとまた止まんなくなってしまいそうなんで、行ってきます、行ってらっしゃいのシーンはその2回出てくるんですけど、最初と最後と多分あのアングルっていうかカットの撮り方とかも、まあ、かなり似た形にしたりして、なんかそういうちょっとした繰り返しみたいなのはあのいくつか あの全体で見るとその、まあ、今あの冒頭ともう一回同じ駐車場に行くところがあるんですけど、そこもちょっと同じ構成というか同じような撮り方になっていたり、同じなんかそういうちょっとスケッチみたいになっているんですけれど、積み重ね で少しずつ違って見えるみたいなことは意識したので、あのそこをもう一度見に行っていた、あの見た人に言うのもなんですけど、もう一回見ていただいてあの発見していただけるとあの嬉しいです。具体的にありがとうございます。はい、いや何度見ても楽しんでいただけるかと思いますがありがとうございました。さあ、ではちょっとここからはですね、皆さんにはここで初めてお伝えするんですが、新垣さん、早瀬さんダブル主演で昨日から公開している本作なんですけれども、6月というのはこの映画の公開だけではなくて新垣さんと早瀬さんのダブルバースデーでもございます。はい、ありがとうございます。映画の公開 と、はい、そして6月6日がお誕生日でした早瀬さん、6月11日にお誕生日を迎える新垣さん、お祝いしましてこちらをご用意しました。え、大きな大きなケーキが出てきました。早瀬さんがぴょんぴょん跳ねていらっしゃいます。おめでとうございます。わー、顔がついてる。すごい、すごい、うわこれすごい、すごい、かなり大きいのでスタッフさん気をつけてくださいね。これ持ってきて改めまして映画公開と、そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、大きなケーキを目の前にして先にお誕生日を迎えられた早瀬さん、どうですか。すごいです。大きいし顔がついてます、いやまさかこんなお祝いしていただけるなんて思っても見なかったので、すごいとっても嬉しいです。ありがとうございます。おいくつになられたんでしたっけ。おいくつになられた。あ、17になりました。はい、あ、ざわついてる。おめでとうございます。そして新垣さんはちょっと早いですけれども、はい、11日に迎えられるということで、はい、まだ迎えてなかったのでお祝いしてもらえると思わなくてびっくりしました。ありがとうございます。いい匂いする、ね、ありがとうございます。
これだけ6月にいろいろ重なるというのはとってもおめでたい感じもありますけれども、はい、そして実はちょっと新垣さんにもう一つサプライズをご用意しておりまして、私、はい、今回あの初主演だけでなく初の映画プロモーションとして初めての経験の連続だった早瀬さん、はい、ダブル主演から撮影まで、そして本日まで宣伝も含めて、いつも優しく引っ張ってくれた新垣さんに向けて感謝のお手紙のプレゼントがございます。ありがとう。読み上げるの？はい、はい、早瀬さん緊張しちゃう。ゆっくりで大丈夫なのでゆっくりで大丈夫です。ねえ、私も ありがとうございます。それではお願いします。もう泣きそうだよね。ゆいさんへ。ゆいさんと出会って1年が経ちました。異国日記の公開までまだまだ先と思っていたけれど、ついに昨日公開の日を迎えました。嬉しい反面、これからゆいさんと会える機会が少なくなると思うととても寂しいです。今私はいつも寄り添ってくれたマキオちゃん、ゆいさんから育っていかなきゃいけないんだという気持ちです。映画の撮影中は監督とディスカッションをして、役や作品への愛情を持って撮影に挑んでいる姿を間近で見せてくれました。撮影後はテレビや雑誌の取材でそばに寄り添ってくれて、作品について話している姿を見てより尊敬が深くなりました。ゆいさんは私の憧れであり目標です。ゆいさんの出演作品の一つに私も出演できたことが誇りです。ゆいさんはよくそのままでいいよと私に言ってくれます。自信のない私にとってそれはとても心強く優しく背中をさすってくれるような言葉です。これからもゆいさんに教えてもらったことを胸に、そのままの自分でお芝居を続けていきます。最後に、いつも優しくて穏やかで、でも意外とお茶目なゆいさんが大好きです。本当にありがとうございました。以降より。早瀬さん、ありがとうございます。お手紙、新垣さんにお渡しいただきましょうか。新垣さん。笠町くんのよう。ちょっと監督分ないんですけど、すいません。新垣さん、ちょっと落ち着かれてからで結構です。ぜひご感想を教えてください。やられてしまいましたね。あんまりこういう場では涙を流すのはちょっと恥ずかしいというかいつも我慢をするんですけど、我慢できませんでしたね。いや、なんかお手紙でいっぱいメッセージをくれたけれども、私自身もそのさっき冒頭に挨拶で言ったように、自分がマキオでいいのだろうかっていうのがすごく不安だったので、それが朝ちゃんがイコイちゃんが隣でこう頑張ってるのを見ると、自分も頑張らなきゃとか、できることがあればしたいなとか、そういうふうに力をもらっていたし、
話すといつも褒めてくれるんですよ。ゆいさんがまきおちゃんでよかったっていつも言ってくれるんですよ。それがすごくずっと心の支えになってて、もう今日は手紙までもらえて誕生日もお祝いできて嬉しいなって思ってたんだけど、まさかこんなサプライズをいただけるとは思わなくてすごく嬉しいです。ありがとう。こちらこそありがとうございます。こちらもグッと来てしまう、ね、お手紙、笠町くんのハンカチも、はい、素敵でした。というところでちょっとお時間が近づいてきました。今日ご覧いただいた皆さん、そしてまだまだ届けたい方が今作たくさんいます。今日お越しいただいた皆さんと、そしてカメラの向こうでこの舞台挨拶を今後ご覧いただく皆さんにメッセージもを最後にいただいて締めようかなと思うんですが、監督からまずよろしいでしょうか。そう、本当に素敵な出演者というかキャストとスタッフで作った作品です。今日はありがとうございます。また何度見ても、まあ、私も何度も編集してても全然飽きないっていうのはあれですけど、楽しい作品だったので、発見がある作品だったので、本当に見るタイミングとか、その見る人とか見る場所が変わるだけで多分いろんな見え方があるし、その見え方に間違いはないと思うので、何度も見ていただければ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて瀬戸さんからもお願いします。はい、本当に皆さんの、心にそっと寄り添ってくれるようなとても優しい作品です。まだまだたくさんの方に見ていただけると嬉しいなと思っています。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとケーキがあるので皆さん見づらくなってしまって、一歩前に ありがとうございます。ずっと出ていただいて、はい、ありがとうございます。続いて早瀬さんお願いします。はい、涙と鼻水でぐちゃぐちゃです。ハンカチありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。異国日記は私にとって本当に大切な出会いだったし、大切な作品になりました。ぜひ映画の感想をご家族やお友達と共有していただいて、一人でも多くの方にこの映画を届けられたら嬉しいです。今日はありがとうございました。ありがとうございます。そして新垣さん、最後にお願いします。ありがとうありがとうございます。そうだな、喋れない。この作品の言葉を借りると、私たちは違う人間だから分かり合うことはできないというのは本当にそうだなと思っています。それでも寄り添うことができるっていうのをこの映画ではメッセージの一つとしてお伝えしています。私たちは違う人間なので、感じ方も様々かと思います。見てくださった皆様の中でもこうグッときたところとか、印象に残ったところとか、わからないところとか、そういうのも全部みんな違うと思います。それも全部なんだろう、全部正しいというか、あっていいことというかだと思います。でもなんかこういろんなことを感じながら、一つの作品を見ながらこうして同じ時間を過ごせることって
すごい素敵な方なのかもなと今改めてここで喋りながら思いました。こうして足を運んでくださって本当にありがとうございます。今日この日を迎えられて本当にありがたく嬉しく思っています。今ステージに立っている皆さんも来てくださった皆さんも作品撮影中に関わってくださった皆さんも宣伝中に関わってくださった皆さんもこれから見てくださる皆さんにも本当にありがとうの気持ちを伝えたいなと感謝の気持ちを伝えたいなと思います。もしよければまた見てくれたら嬉しいなと思いますし誰かに勧めてもらえたら嬉しいなと思いますしまた人生の中でポッと思い出すことがあったら皆さんの中で思い出すことがあったら嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。